どうもこのお忙しい中をこんなに大勢の皆様方に耳を傾けていただきまして、立ち止まっていただきまして、私たちのお訴えに耳を傾けていただきまして、本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。今日も小泉さんとともにこうしてお訴えに駆けつけてまいりました。もう選挙戦も半ばを過ぎましたけども、これからがいよいよ本当の戦いの始まりだと、そんな気持ちを新たにいたしております。私はこの15年余り田舎に引っ込んでのんびりと暮らしてまいりました。本を読んだり、あるいは庭の草取りをしたり、あるいはろくろを回したり絵を描いたり、まあ、いろんなことをしてきたんですが、どうも最近政治がおかしいんじゃないか。これは非常にひしひしとこのところ感じてきた強い思いです。まあ、いちいち詳しいことは申し上げませんが、どうも一つ一つどうもピンとくるものがない。そういう中で特に最近私を駆り立てたものは、政府がエネルギーの基本計画の中で原発を基幹的なエネルギーとして位置づける、そういう方向を打ち出したことであります。あるいは原発を再稼働させる、冗談じゃない。今福島でもまだ垂れ流しが続いている、事故の原因究明もなされていない、